ピカレスクラジオ。皆さんこんにちは。ピカレスクギャラリースタッフのさゆみです。記念すべき第10回目の今回もピカレスクギャラリーの中にある作品をピックアップして、この作品についてどう思うか、どんなことを感じるか、どこが好きかということをゆるりとお話ししていきたいと思います。では本日のメンバーの紹介に移ります。はい、美里です。よろしくお願いします。美里さん、よろしくお願いします。松岡うたみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回選んだ作品は白井美奈子さんのドローイングの作品です。こちらの作品は、いくつかシリーズになってたくさん種類があるんですけれども、その中でも、猫が、黒い猫がこう画面の上に描かれていて、小さい女の子がお魚をこう手で抱えているという場面を描いた作品となっています。でこの作品は水彩と色鉛筆を使って描かれていて、とてもこう色彩が豊か でこの水彩のちょっとにじんだ感じだったり、色鉛筆の優しい色合いがとても、心地よい、見ていてとても心地よくて可愛らしい印象の作品です。はい、今回はこの作品についてたくさんお話ししたいと思います。はい、いいですね。ちょっとこれ説明するの難しいですね。そうなんですよね。なんか周りに猫じゃらしみたいな、何ですかね。そうですね、これめっちゃ大きい猫じゃらしみたいなのに囲まれてて、すごいですよね。なんか全方向から女の子が囲まれてるというか、包まれてる。でも女の子一切気に留めてないですよね。気に留めてない。なんかむしろ上の猫があれこれ大丈夫みたいな顔してるんですけど、なんかとても女の子のことを気にしているような猫ちゃんたちが、いや本当そうですよね。はい、あ、すごいっぽい。はい、え、知ってました？これ猫上に2匹いて、こうシンメトリー、みたいになってるじゃないですか。はい、でこう柄がお花柄。あ、本当だ。すごい、本当だ。わ、背中が黒だね。マジだ。6枚の花びらがある。お茶目な。本当ですね。本当に。しかも左なんか三角だけど、右顔の模様が丸いですね。あ、丸というか、なんかさりげなく微妙に違う模様が違って、いいですね。こういう発見ってちょっと嬉しいですよね。なんかまだ誰も気づいてないだろうみたいな。私だけが唯一感あるのがいいです。面白いです。いやでも私なんかすごいずっと気になってたんですけど、はい、魚がなんか口から気づいてしまいましたね。なんかいや、いつ言うのかな、いつ言うのかなと思ったら、なんか目が行ってしまいますよね。これはだってなんかなんだろう、しかもこうなんか口からなんか植物の芽みたいな、でも枝なのか分かんないですけど、口からピョって出てるんですけど、なんかそれに一番びっくりしてるのが魚みたいな顔で、一番びっくりしてるのがなんかおやおやみたいな顔して、なんか猫もあれみたいな感じなんですけど、なんかなんだろう、その全く分からない。だってすごい抱えてる女の子全然気にしてない、気にしてないし、これなんか女の子もこれ食べる、何この魚どうするんですかね。どうするんですかね。だってしかもこれ水っ気ないじゃないですか、周り。なんかだって魚です、どっから来たのこの魚みたいな。これが川辺とかだったらまだなんかわかるんですけど、だって周りそれこそ猫じゃらしみたいなのがいっぱいあって、なんかそのどこから来て、どこからどこに行くのみたいな。どうしたんだろう、なんで確かに魚がいるんだろう。しかも割とこれ猫と魚ってもう多分魚の死亡フラグ今やばいですよね。やばいですよね。だってもうこれダメ、これもダメですよ。女の子が飽きて置いた瞬間もうジエンドですよ。確かに女の子が手に持ってるから、なんか魚、なんか猫もちょっとなんか自重してるけど、これ置いた瞬間もうマジで超バッドエンドですよ。なんか狙ってるのかな、猫は。もしかしたら女の子が守ってるのかな。守ってる。女の子の感情も意外と読めないんですよね。そうなんですよね。なんか節目ね。しかもこう顔の向き的に顔じゃなくて、なんかその魚の口から目出てるけど、なんかそっちじゃなくて、なんか背中というか尾びれというか、なんか鱗見てません？なんかこの子。そうなんです。そうですよね。体の方を
見てますよね。ずっと見てたんですよ、ね。そっちじゃないでしょみたいな。そうですよね。注目すべきところはそっちじゃない。近づいてるねみたいな。気にするとこそっちじゃない。うん。やばいですよね。なんでだろう、なんで出ちゃったんだろう、口コロクさん女の子が差し込んだのかもしれない。女の子が入れたのか。え、それマジ残酷超残酷やばくないですか。だってさりげなく言ったけど確かに残酷え、だってなんかもし逆に自分が海とかで溺れててなんかタコとかが口なんかこうもずく突っ込んできたら辛くないですか。ただでさえ息苦しいのなんかもう私どうしようみたいな。結構もずく突っ込まれるってなんかもう、そうそう辛いです。しかも周りでサメがちょっとうろうろしてるみたいなもう世紀末に確かにこの状況を人間バージョンにしたらそういうことですよね。そうですよ、そうですよ。でずっとなんかあのダイオウイカにモテ遊ばれてるみたいなぐるんじゃ感じでやばいですよ、だいぶやばいですよこれ。どうしようそれ。やばいですね。そうかそっか、私女の子がこれ主人公なのかなと思ったんですよ、うんうん、真ん中にいるし、うんうんうん、一番なんかちょっと大きいし、うん、でもこれ持たれてる魚が主人公なのかもしれないですね。なんか、うん、もうすごいわびさびだなって私わびさびだなんだろう、なんかもうあの何でしたっけ、なんかすごいベタですけどなんかあのなんかつわものどもの夢の跡みたいなのあるじゃないですか、なんか短歌かなんかで、でなんか多分そうそうそう、みんながいなくなった後もこの猫じゃらせちょっと風に揺れてるみたいな、なんか魚の口から落ちたこの歯だけが一本残って、なんかそういうもう終わったみたいな感じが、なんかだってこれもうどう考えたってなんかもうこれダメでしょみたいな。いやでも、うん、いや女の子でもこれ女の子が主人公だったら確かにこう可愛い、うん、可愛いのかなと思いますけど、ただどうなんだろう、私だけかもしれないですけど多分本当にマジでこれ前後関係とか全く何もわからないんですよね、うん、別に不快感とかじゃないんですけど、うん、これ本当にそうですよね、だってもうまずなぜここに魚がいるのかっていうのと、うん、なぜ口からその目が出てるのかっていうのとなんかそのもう登場人物も敵なのか味方なのかもよくわかんないし、なんか分かんない、うん、どうやってこうなったんだろう。でもまあ本当例えばその女の子がおっしゃった通り口にこう自分でなんかじゃあ魚がいたで口に刺すみたいな、うん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 、でもなんか刺したけどあんま面白くなくてちょっととりあえず鱗見てるみたいな、うん、面白くなかった。最初こう刺さってるの見てうんと思って見たけどなんかあんまなんか割と想定内だったな、それもねーなみたいな、あそうかみたいな、しちゃうこんなもんすかみたいな。でまあちょっとでも鱗でも一緒に見とくかみたいな、鱗でなんかこう新しい発見がしかしたらあったのかもしれない、あるといいですけどね、うん、でもとはいえだって猫のだって体毛が花柄に咲くような、うん、生えるような地域ですから、こんな魚の鱗珍しくなんともないじゃないですか、わかんない。でもきっとだからちょっと可愛らしい世界のはずですよね。そうですね、そうですね、花柄の猫がいて、うんうん、ああそうですよね、魚の鱗も結構おしゃれな感じで、おしゃれおしゃれ、ドットが点々、うん、としててすごい、女の子の髪飾りに鱗の模様が似てますね、うん、やばいやばい、なんかポニョ説みたいなちょっとなんかグリム的な匂いがしてきた、やばいですよこれ。あでもなんかそのグリム童話のようなちょっとこうちょっと怖い感じで、ざわざわ感がすごいすごいすごい、なんかうん、いやちょっと今怖い妄想が、なんかそれこそなんだシンデレラみたいな、そのママ母が魚だったみたいな、なんか一足先に人間になったこういじめられていたこう幼女がたまたま自分の母親を見つけてしめしめみたいな、いやダメ、こういうことじゃない、きっとこういうことじゃない、ちょっと悪い妄想、想像が膨らみますね、だいぶ膨らむ。でなんかどうしてくれよみたいな、どうしてくれよ、とりあえず木の枝を誘う、はい、それだやばいですよね、本当に なんですかね、なんかこんなに、うん、なんか色も豊かで、うん、すごい水彩の優しい感じで、うん、女の子も可愛くて、うん、猫になんか植物にみたいな、うん、なのになんかどうとでも考えられてしまう、なんか人間力が試されてるような気がしてきました。確かに、だってでもこれ本当になんかすごい楽しそうにそこで遊んでる子供たちに見せたら絶対こんなこと言わないですよ、そうですね、可愛いと
なんか猫かわいい素敵みたいな、それでなんでこんなママ母とか言っちゃったんだろう、怖いな、確かに試されてますね。ポジティブな物語、ちょっとさゆみさん、さゆみさんちょっと物語ポジティブな、あもうなんかさっきからすごいなんかもう捕食対象のなんかストーリーがもう出来上がってる。捕食対象。なんかポジティブ、そうですね、ポジティブちょっと頑張ってみます。うん、なんでやっぱ絵本の世界だとしたら、うんうん、なんかもう女の子がこう魚を捕まえてなんか無邪気にこう遊んでて、うん、でちょっとなんか枝とか突っ込んじゃって。なんかどん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 ちょっとなんかちょっと怖い恐ろしい人になりそうですね、言い方言い方って言い方すっごい難しいですね、本人気づいてなきゃ完全にいじめですよいじめだと先生が認識しないパターンですよね、いじめではないんですよ、なんか遊んでてちょっとつい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 なんか面白いなみたいななんか途中動かなくなったと思ったら超怖いですよ、そうなんか魚動いてないんです、動いてるように見えないんですよね、ピタッとこう、あ確かにビチビチしないですよね、そうビチビチしてないんで、確かにそこもなんか注目ポイントありがとうございます、注目ポイントありがとうございます確かに何言ってんの、何言ってんのちょっと頭増やしますきましょう。魚が動いてたんだ。なんか魚が入って止まって、どうしよう。だって魚が動いてないから。注目ポイントである。頭が動いてないから、こうなんか全てを受け入れる魚主人公。ああ、魚の人かな。美里さんを感じますよね。魚なのね。すごい、美里さん優しい、すごい。フォロー。ありがとうございます。動いてるように見えないの。優しい。ポイントって絵で動いてるように見えるのってない。はあ、そうだ。ああ、そうだ。そうですね。はい。なるほど。そっか。魚の懐の深さ。うん。それを感じました。ちょっとこのドローイングのタイトルを今思いついたんですけど、うん、発表していいですか？お願いします。やばい、勇気ある。はい。勇気ある。タイトル、はい、旅立ち。旅立ち、やばい、なんですか、そのなんかすごいなんか池袋駅前の彫刻とかにありそうなすごいブロンズ像の違うんですよ旅立ち、なんか今のちょっと、はいはい、なんでこの今この状況になってるのかを考えてみたんですけど、はい、魚が多分これ絶対この地上に行っちゃいけないじゃないですか、うん、だから迷い込んできちゃって、うん、それを女の子が見つけて、うん、あやばいこんなとこにいたら死んじゃうってなって、はい、でこの魚の口から出てる草は、はい、あの多分タケコプター的な役割で、いいですよ、いいです、ね、本当にそうしたとわかるんですけどタケコプターですね、そう口にタケコプター加えてると思ってください、はい、魚がわかりました、でこう抱えてるのはその、うん、せーのでこうお空にそうでなんかもうなんでなんでなんでもうちょっと本当もう押しといてください、押しといてください、もう、はい、で後ろでちょっと猫が、はい、えマジか大丈夫かなって言って見てる、あなるほどそれ海行けるかなって言って見てる、あでも最終的には海に行きたい、海に行きたい、なるほど、ちょっと空飛んで旅立ち、あ、空に旅立つみたいな、そう、海まで運べるな、なるほど、海まで飛んでけ、海まで飛んで、もう本当本当なんかもう悟りですよね、魚はすべてを知ってるわけですもんね、なんかこうすべてを知った上でもうもうなされるがままみたいなことですもんね、ずっとここにいても死んじゃうから、もうもういっかみたいな人思いに、めっちゃ嘘ダーク、結果ダークね、あまあでもまあまあまあやってみよっかみたいな、まあ、やってみないと分かんないですからね、もしかしたら本当運よくねつるんってなんかこうか、そうめんの流し出したのがねつるんってそのままつるつるって海まで行くかもしれないですね。じゃないから、うん、なるほど、多分違いますね押しといてください、何今の時間何ですか、何なんですか、いいじゃないですか、いいと思う、いやもう本当、うん、なんか女の子がなんか捕まえてきたって今までは思ってたんですけど、さっきのは助けてあげるっていう女の子の新たな一面が見えてきて、うんうん、面白い、ありがとうございます、さゆみさんからいいな、認められた、いいな、やっとタケコプターがいいですね、タケコプターだったらいいな、
そこをどうしてもポジティブにしたくないですか？ポジティブにしたいですね。したいですよね。思ったらすごいユーモアで、ユーモアのある感じで面白い。そう、どうにかなんないかなって思った結果ですよ、タケコプター。いやでも素晴らしい、ポジティブ、やっぱポジティブにしたいですもんね。ポジティブにしたい、だってこんなにポジティブな要素がいっぱいある絵なわけですから。こんなに可愛いんだもん。本当ですよね。本当ですよね。そうですよ。ちょっとチョコ食べますね。考えを、私もなんか真剣に考えてるんですけど、全然ポジティブな案が出てこない。どうしよう。人間力がやっぱりちょっとなんか失われているのかもしれない。落ちでダークになってしまうんですよね。ちょっと頑張って。なんでですかね。なんですかね。多分松岡修造とか絶対こういう風に言わないです、ね。ああ。松岡さんは今の写真ですね。そうですね。やっぱり感じ。頑張れ、頑張れ。魚に。魚に。魚に。そう。魚に。諦めんなって。ああ。海はすぐそこだみたいな。そうそうそう。動けって。確かにな。修造、でも芸能人そうだな。ポジティブな。うん、いやもう私ダメですね。私は今日はちょっとダメかも。全然いい案思い浮かばない。なんかもう、うん、なんかむしろこうなんか新しいなんか農業の試作みたいなので、うん、その種を土じゃなくて、はい、なんか魚に植えるみたいな。やだーやだー。もうね、すいません、ちょっとね、ダメです。ちょっとダメだった。今すごい危ないですか。なんか結構高度ですよね。本当すいません。なんか漫画、今そういう漫画とか流行りそう、うん、あ、本当ですか。流行りますかね。ゴキブリの漫画流行ってますかね。あ、ありますね。ゴキブリはなくたいです。あ、でも今なんかあれですよ、そのどんどん人口が増えて食料が足りなくなるから、ヨーロッパで、いつもヨーロッパなんですけど、なんか変な実験を始めていて、なんか牛とかその畜の、なんかその動物、豚とか牛に虫を食べさせて、それでできたお肉をなんか大量に作ったら、やっぱ植物いっぱい食べるとなんか温暖化につながっちゃうから、植物の代わりに虫を食べさせるっていうのが始まってて、まあ実際に虫を食べてなんかできた肉が微妙に流通し始めていて、まあ、でもそれが結果どうなるのか分かんないんですけど、でも牛からしたら最悪ですよね。そうですね。だってもう本当の話です。本当です、本当です。実際そういうのがもう実験で行われてるんですよ。本当ですか。本当に人間が食べるお肉の中に、多分日本に来てるかどうか分かんないですけど。え、じゃあそれちょっと白井さん多分知ってましたね。そう。そう。情報に現れ、情報感度。おかみさんより先に知ってましたね。あ、なるほど、なるほど。なんか牛が虫なら私たちは魚だみたいな、なんかよくわなんか生態系マジ崩れますけどね。そしたらね、そうなんか、なんかさ、怖いことを やっちゃうんですかね。いやでもやっぱりヨーロッパ、でもヨーロッパって私やっぱすごい面白いと思ってて、なんかそのなんか兵器の開発者も大抵やっぱりヨーロッパがすごいんですよね。なんかアメリカとかだと、そうすると規模とか技術的なところでは最先端くぐり抜けて、面白いのっていうと失礼ですけど、作るんですけど、なんかその奇想天外な発想からの武器みたいなのってなんかあのヨーロッパなんですよね。イギリスとか、そうなんですよ。そういうところから、なんだろう、そのなんか水をかけると爆発するとか、なんかそういうちょっとよくわかんない爆弾、だからその雨が降ったら爆発するとか、なんでなんかなんかエコな地雷みたいなのとか。エコな地雷、そこエコとかも。そうですけどね。そうですけどね。なんかそういう武器を作る発明家というかね、面白い、うん、怖い地域ですよ、ヨーロッパは。そっか、そうなんですね。ヨーロッパってやっぱちょっと変わっ、ちょっと違う。一筋縄じゃ多分この絵はヨーロッパの森の中かもしれないですね。うん、ヨーロッパかもしれないですね。でしょうね。なんか日本とも違う気がする、ね。日本じゃなさそうなんですよね。なんかそれこそこうどこかな、でもあんまりやっぱなんかベラルーシとか言われてもちょっと納得するというか。はあ、はあ、ベラルーシね。どうって。なんかよく知らないけど。そうかもしれない。魚がたくさん食われてるベラルーシね。知ってる知ってる。したかしちゃう。そっか。じゃあこれもなんか新しい試みなのかもしれないですね。ヨーロッパのどこかの国のかもしれないですね。行われてるのかもしれない。この地域なんかちょっと夏短そうじゃないですか。あ、
あ、なんかわかります。なんかわかります。天気悪そう。天気悪そう。なんか下ばっかり見てそう。なんか下ばっかり見てた。本当だ、不思議。なんでだろう。え、だってこの背景真っ白で、なんか女の子黄色のワンピース着て赤い靴とか履いてんのに、なんか天気悪そう。天気悪そう、曇り。なんでですかね。そうだ、本当だ。なんでだろう。面白い、ちょっと。なんか空の、あの描写とか全然ないんですけど、そうか、全然なんかそこでなんか想像、それあるな。面白い。やっぱりなんかこうなんか感なんか主観ですけど、こういうなんか変態というかちょっとよくわからない絵とか構図とかってやっぱりもともと天気悪いところにいる人が描いたりしますよね。あ、そうなんですか。なんかちょっと変な技巧を凝らしてくるのって、やっぱり寒いとことか天気悪いとこですよ。装飾とか細かくやるのって。そうなんですね。寒いとなんだろう、めいっちゃうのかな。なんでだ。なんか自分的にめいっちゃうのかもしれないですよ。あとはなんか寒いとなんか作物が取れないので、はいはい、物作って売るしかなかったっていうのもあるらしいですけどね、歴史的に。それでどんどん細かくなっていったり、意向を凝らしてちょっとこう王道じゃないの作ったりとかっていう傾向はそのあるらしいですね。そっか、サムシングニューと思って作ってたら結構斬新なのできちゃったみたいな。そっか。なんかそういった意味でこの子も何か新しいことをしようと試行錯誤してるのかもしれないですね。でもちょっと魚に草突っ込んでみるか。でもまあ誰も入れるかな。新しいことではあるけど。魚が500円で草が30円だから、580円ぐらいになるかな。もう草は雪深しすぎる。なんかその特別な木の枝なのかもしれないです。なんか力を持った。あ、ポジティブ、ポジティブですね。今なんかポジティブになってきました。うん、なるほど。あ、でもなんかカエルの王子様の話あるじゃないですか。なんかお姫様とアンデルセンでしたっけ。はいはい。カエルかなんかのおじさん、爬虫類系のおじさんがいて、爬虫類系カエルとかそういう生き物がもう種族がそもそも違うっていう意味での、はいはい、なんか、なんか変な男じゃなくてがいて、なんかいろいろなんかお姫様と恋に落ちて、で最後お姫様とカエルがキスをすると王子様に戻るみたいな。なんかそのそのなんか亜種じゃないですか、亜種というか。あ、そっか、じゃあこの魚は実はめっちゃイケメンみたいなこと。実はすっごいイケメンで、なんか実はなんかそのなんか呪いとかでなんかめっちゃイケメンの王子様がなんか魚に変えられちゃって、でなんかそれを知ってるのはこの女の子だけで、なんかこう元に戻したいけどなんか思い切ってキスしてみたらなんかどうやら不正解だったみたいで、なんかすごいぬるっとした人とかすごいです。なんか気分悪いけどなんか、あ、これじゃないのかってなって、それででも何かをなんか口につけたら治るらしいってなって、で今2人でいろいろ試していて、それを飼い猫が見て、あいつ何やってんのみたいな、なんかあいつがあれ投げたら俺たちで食おうぜみたいな、みたいな、そういうのだったりちょっと可愛い、可愛い、なんか。かわいい。王子様もなんかもうなんか俺何やってんだろうみたいな、なんかとりあえずもうこれはなんか加えられるかまんま、そうそう、加えられるだけ加えようみたいな。でも女の子もちょっと飽きてきて、なんかもうあーなんか鱗綺麗みたいな、あ疲れたみたいな、気が散ってきた。確かにちょっと出花くじかれた感半端ないですね。キスしたけど違ったって辛い。違ったんだ。なんかそれが正解であってほしいな。正解であってほしい。違ってほしい。なんか違ったんだ。そっか。もしかしたらキスが違ったから、なんか猫に相談してみて、そしたらなんかこの草が効くよみたいな感じで、賜って猫から。賜ったね。賜った。ちょっとやってみたんだけど、これはなんかちょっと違うから、もうあーみたいなねみたいな。いや、いいですね。それだったらいいですね。そう、あ、それいいですね。確かにちょっと童話っぽいストーリー似合いますね。似合う、似合いますね。世界観的に。ハッピーエンド系がやっぱりいいですよね。いいちょっと暗いよ。確かにこのお魚イケメンだって思ったらちょっと
なんか見えてきますね、明るい未来が。やっぱ魚重要ですね。魚重要ですね、うんうんうん、面白い。話してみると魚だったんだって、この絵のポイント魚だなってなんか、なりますね、うん、やっぱ魚の描き込みというか、うん、ちょっとやっぱり結構頑張って描いてますもんね、白井さんも、うん、そうですね、だって 目とかもだいぶこれなんか、うん、シュッてなんか目が入れてますよね、印象的で、うん、すごいね、ギョロッと、うん、そうですね、目力ありますね。そうでもなんかそれ魚の目と比べたらなんか女の子の目がなんかこう対照的な印象で、そうですね、うんうんうん、それもまた面白いギャップが、うん、本当ですね。あでも本当この魚が岡田純一みたいなイケメンだったらちょっと欲しいですね。うわー妄想がそれだったらやっぱ抱えますよ、重くてもちょっとぬるぬるしてでもやっぱり早く戻ってほしいなって思いますもんね、うん、本当に、あこれ岡田純一だって思ったら多分めっちゃ世話しますね結構それも何でもやりますよ本当に、ね、本当に何でも持ってきますよみたいな、普通羊羹とか着てあげたいわ、羊羹ピンポイントすごいピンポイント、ちょっと渋いなんか世界観が世界観がすごい、でもまあまあ羊羹そうですね、岡田純一と羊羹似合いますもんね、似合いそう、岡田やっぱクリームかあんこかで言ったら岡田純一ってちょっとあんこっぽいですよね、なんか浴衣とか着て羊羹食べてほしい、うん、食べてほしい、いやいいな納得、すごい納得し た, 納得した、これ岡田純一だったんですね多分だからそうですよ、この女の子も結構多分 10歳とかぐらいじゃないですか、うんうんうん、見た目だからいや多分10年後ぐらいには人間になってるだろうみたいな感じ、あ逆に逆にちょっとこうちょっと寝かしとくみたいなを打っとく10年ぐらいなるほど、あもうそういうパターンですね、そうそうその流れですね、すごい、あいいですよ、すごい明るいストーリーになってきましたね急に明るいと思いますよ、私はいいですか、いいですか、すごいな、でも最初のやっぱダークネスの話からすると、うん、だいぶ明るくなる、そうですね、そうですね、うん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 、いいですね、絵の登場人物をイケメンに例えるっていう、うん、いやいいですよ、いいですねこれ、うん、楽しい、だいぶテンション上がりますよね、ちょっとなんかいろいろあ岡田くんかって思ってますよね、そう確かになんかイケメンだよね、そう、うん、そなんかでもイケメンになりそうな気配をちょっと感じます、はい、私は。なんかすごい後付けきましたけどすごい後付けるとか目力ですよ、目力、まあ、ただ目力、ね、ちょっとねありますよね、はい、この紫の感じとかもね、うん、なかなかこれ着こなすのもね、これそっか着てるんだ、着てるんだ、着てる服がこうシルシルってなんか魔法でねなったっていう、明るいストーリーになってきたところで、そろそろお話が尽きないんですけれどもお時間が迫っています、今回選んだ作品は白井美奈子さんのドローイング旅立ちでした、ありがとうございます、最後でやった結局そこに戻っていや本当すごいいろんな見え方が変わって、お話ししてる間にもうなんかいろんなストーリーが生まれてとっても面白かったです、はい、はい、記念すべき10回目どうでしたか、あれ、あこれまだ続くんだ、あ、まあ、最後に一言、最後に一言出ていただければ、はい、いやもう次は目指せ100回ですよね、はい、目指せ100回で、はい、その多分その100回目の時に多分その1回目のね、さゆみさんと100回目のさゆみさんのこの多分すごい、あね、ちょっと聞き比べとかやりたいですね、100回目の時に聞き比べたいですね、ちょっと頑張って、うん、頑張ってやっていくれてもうなんか今から怖いですね、いや楽しみです、はい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 、次回もぜひ楽しみにしていてください、こちらの作品はインスタグラムの方にも画像が上がっていますので、こちらもぜひご覧になってください、うん、では、はい、皆さんありがとうございました、はい、ありがとうございました